猫ちゃんはしばしば独立心が強いと見られがちですが、彼らは深い愛情を持ち、その愛情を特別な方法で表現します。猫ちゃんが最愛の人にだけ見せる独特な行動は、彼らの心の内を垣間見る機会を私たちに提供します。この動画では、猫ちゃんがどのようにしてその愛を示し、飼い主さんとの強い絆を育むのかを解き明かします。猫ちゃんが見せる微妙なサインを読み解き、彼らとの関係をより深いものにしましょう。このチャンネルでは、猫ちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。その1、鼻先でのツンツン。猫ちゃんが最愛の人に対して行う特別な行動の一つに、鼻先でのツンツンがあります。これは、猫ちゃんが自分の鼻先を人の手や顔に軽く触れさせる行為です。この行動は、猫ちゃんが安心感を感じている証拠であり、愛情表現の一つと考えられています。猫ちゃんは自分の領域内にあるものに対して、鼻を使って、匂いを確認し、安全を確かめる習性があります。ですから、鼻先でツンツンと触れる行為は、あなたを自分の大切な家族、または仲間と認識している強いサインと言えます。さらに、猫ちゃんは匂いに敏感な動物であり、愛する人の匂いを確かめることで、安心したり幸せを感じたりします。この繊細な接触を通じて、猫ちゃんは自分の感情を伝え、信頼関係を深めているのです。その2、膝の上でのゴロゴロ。猫ちゃんが膝の上でゴロゴロと喉を鳴らすのは、彼らが感じる幸福と満足の最も純粋な表現です。猫ちゃんが最愛の人の膝の上に乗ってくるという行為自体、その人を安心できる場所とみなしている証拠であり、そこでリラックスして喉を鳴らすことは、その絆の深さを示しています。喉を鳴らす行動は、猫ちゃんが子猫ちゃんの頃に、母猫ちゃんとの絆を深めるために行う行動であり、人間に対してこれを行うことは、あなたを自分の家族の一員として、深く信頼していることを意味します。また、猫ちゃんが人の膝の上でリラックスする姿は、彼らがその人を心から安全で愛情深い存在と認識していることの証です。その3、そばに寄り添う。猫ちゃんがあなたのそばに静かに寄り添ってくる行動は、深い愛情と信頼の表れです。猫ちゃんが自分の最愛の人のそばでくつろぐとき、それは彼らがその人を自分の安全な避難所とみなしていることを意味します。この行動は特に猫ちゃんが不安や恐怖を感じているときに顕著であり、愛する人の近くにいることで安心感を得ています。猫ちゃんが自分から積極的にあなたのそばに来て寄り添うのは、彼らがあなたの存在を心地よく感じ、精神的な安定を求めている証拠です。猫ちゃんは本能的に自分の感情を素直に表現する動物ですから、このような行動はあなたへの深い愛情と信頼を示しています。その4、目を細めて見つめる。猫ちゃんが目を細めてじっと見つめてくる行動も、最愛の人にだけ見せる特別なサインの一つです。猫ちゃんが目を細めるとき、それはリラックスしている証拠であり、安心感と信頼を感じているときの表情です。猫ちゃんがあなたの目を、じっと見つめながら、目を細めているとき、それは愛していると言っているのと同じです。この行動は、猫ちゃんがあなたに対して強い絆を感じており、その関係を大切にしていることを示しています。さらに、猫ちゃんは通常、防御本能から直接目を見つめることを好みません。ですから、目を細めて長い時間あなたを見つめているとき、それはあなたへの絶対的な信頼と愛情の証と言えるでしょう。
この静かな視線交換は、言葉を超えた猫ちゃんと人との深い心のつながりを表しています。これらの特別な行動は、猫ちゃんが最愛の人に対してのみ見せるものであり、彼らの愛情表現の豊かさを物語っています。猫ちゃんとの関係において、これらの行動を通じて伝わる愛情と信頼を大切にし、彼らの気持ちに応えることができる関係を築くことが重要です。猫ちゃんの微細なサインを理解し、それに対して適切に反応することで、あなたと猫ちゃんとの絆はさらに深まるでしょう。その後、前足でのマッサージ。猫ちゃんが最愛の人にだけ見せる特別な行動の一つに、前足でのマッサージがあります。この行動は、猫ちゃんが前足を交互に優しく押し付けるように動かすことで、人に対して快適さと愛情を示しています。猫ちゃんがこの行動をする背景には、子猫ちゃん時代に母猫ちゃんのお腹を踏むことで母乳を促す本能があり、成長してからも安心感や幸福感を感じるときにこの行動をとります。最愛の人に対してこのマッサージを行うとき、それは彼らがその人の存在を心地よく安心するものとして捉えている証拠です。この行動は深い信頼関係と愛情の表れであり、猫ちゃんがあなたを家族の一員として受け入れていることを示しています。その6、一緒に寝る。猫ちゃんがあなたのベッドで一緒に寝ることを選ぶとき、それは彼らがあなたを信頼し、安全と快適さを感じている最大の証です。夜は猫ちゃんにとって最も脆弱な時間であり、一緒に寝る場所を選ぶことは、深い絆と信頼を意味します。この行動は、猫ちゃんがあなたの近くにいることを好み、あなたのそばでリラックスして過ごしたいと感じていることを示しています。また、あなたの匂い、体温、そして、心地よい呼吸音に囲まれることで、猫ちゃんは最高の安心感を得られます。一緒に寝ることは、猫ちゃんがあなたを家族として、または大切な仲間として見ていることの明確なサインです。その7、お腹を見せる。猫ちゃんがお腹を見せる行動は、最愛の人に対する信頼の高さを示す、非常に特別なサインです。お腹を見せることは、猫ちゃんが自分を最も脆弱な状態にさらしていることを意味し、これを行うことで、彼らはあなたに対して絶対的な信頼を置いていることを示しています。この行動は、猫ちゃんがリラックスしていて、あなたのそばで安全を感じている時にのみ見られます。猫ちゃんがお腹を見せて寝転がることは、彼らがあなたの愛情を求めており、あなたとの深い絆を享受していることの表れです。しかし、すべての猫ちゃんが、この行動を好むわけではないため、猫ちゃんが快適に感じているサインを読み取り、尊重することが大切です。その8、喉を鳴らして甘える。猫ちゃんが喉を鳴らしながらあなたに甘える行動は、彼らがあなたに対して感じる愛情と安心感の強い表現です。猫ちゃんが喉を鳴らすことは、一般的に幸福や快適さを感じている時に行われますが、特に最愛の人に対してこの行動を見せる時、それは深い絆と信頼の証です。喉を鳴らしながら体をすり寄せてくるこの行動は、猫ちゃんがあなたのそばで安心し、幸せを感じていることを意味しています。このようにして猫ちゃんが甘えてくる時、彼らは自分の感情をオープンに表現しており、あなたの愛と保護を求めています。猫ちゃんが喉を鳴らして甘える行動は、彼らが心地よい刺激を受けているとき、例えば撫でられたり、抱きしめられたりするときによく見られます。この行動を通じて、猫ちゃんはあなたに対する感謝の気持ちや愛情を表しており、これは人と猫ちゃんの関係において最も純粋な愛情表現の一つです。喉を鳴らしながら甘えることで、猫ちゃんは
あなたとの強い絆を再確認し、その瞬間を共有することで、お互いの関係を深めています。これらの行動は、猫ちゃんが最愛の人にだけ見せる特別なサインであり、彼らの愛情や信頼の深さを示しています。猫ちゃんとの関係を築く上で、これらの行動を理解し、適切に反応することは、お互いの絆を深めるために非常に重要です。猫ちゃんにとって、あなたはただの飼い主さん以上の存在であり、家族の一員であり、信頼できるパートナーなんです。その9、追いかけてくる。猫ちゃんが最愛の人の後を追いかけてくるのは、彼らがその人と常に一緒にいたいという願望の表れです。この行動は、猫ちゃんがあなたを信頼し、あなたの近くにいることで、安心感を得ていることを示しています。猫ちゃんが、あなたが家の中で移動するたびについてくるのは、彼らがあなたのことを気にかけ、あなたの行動に関心を持っている証拠です。また、猫ちゃんがあなたの後を追いかけることは、彼らがあなたと遊びたい、あるいは、あなたの注意を引きたいという願いも含んでいます。このようにして、猫ちゃんは、彼らの最愛の人との関係を深め、日常生活の中での絆を強化しています。その10、持ち物にスリスリ。猫ちゃんが最愛の人の持ち物に、顔や体をスリスリする行動は、猫ちゃんがその人に対して、深い愛情を持っていることのサインです。猫ちゃんは自分の匂いを人や物につけることで、それらを自分の領域の一部として認識し、安心感を得ます。最愛の人の持ち物にスリスリすることは、猫ちゃんがその人を自分の大切な一部とみなし、自分の匂いを通じて絆を示している行為です。これはまた、猫ちゃんがその人の存在を常に感じたいという願望の表れでもあり、彼らの愛情表現の一つと言えるでしょう。その11、お出迎え。猫ちゃんがあなたが家に帰るとお出迎えをするのは、彼らがあなたのことを待ち望んでいた証拠です。猫ちゃんが玄関まで駆け寄ってきて、鳴き声を上げたり体をすり寄せたりするのは、彼らがあなたの帰宅を喜んでいることを示しています。この行動は、猫ちゃんがあなたとの再会を心から楽しみにしており、あなたがいない間、あなたのことを思っていたことを意味します。お出迎えは、猫ちゃんが最愛の人との時間を大切にし、その人の存在が彼らにとってどれほど重要であるかを示す特別な瞬間です。その12、名前を呼ぶと答える。猫ちゃんが最愛の人にだけ自分の名前を呼ばれた時に答えるのは、彼らがその人との特別な関係を理解していることの証です。猫ちゃんが名前を呼ばれて応答する行動は、彼らがその呼びかけを認識し、応答することで関係を強化していることを示します。特に、猫ちゃんが目を見開いたり、鳴き声を上げたり、寄ってきたりするのは、彼らがあなたの声に反応し、コミュニケーションを取りたいと考えている証拠です。名前を呼ぶと答える行動は、猫ちゃんがあなたを特別な存在と認識していることを意味し、あなたへの信頼と愛情の深さを示しています。この相互作用は、猫ちゃんと人との間に存在する精神的な絆を象徴し、猫ちゃんが人間の声に敏感であること、そしてその声を聞き分ける能力があることを示しています。猫ちゃんが名前を呼ばれた時に応答することは、単なる反射行動以上のものです。それは、猫ちゃんが最愛の人の声を識別し、その人とのコミュニケーションを重視していることの表れなのです。このような瞬間は、猫ちゃんと人との間の信頼関係がいかに強く、深いものであるかを思い出させてくれます。猫ちゃんの愛情表現は独特で、最愛の人にのみ、その全貌を見せます。今回の動画で紹介した行動を通じて、猫ちゃんが私たちに対して、どれだけ深い愛情を抱いているかが明らかになりました。
彼らの愛を正しく理解し、受け入れることで、人と猫ちゃんの間の絆は、さらに強くなります。猫ちゃんからの愛情表現に気づき、感謝の気持ちを忘れずに、これからも彼らとの幸せな時間を大切にしましょう。このチャンネルでは、今後も猫ちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。